学校法人国学院大学は国学院大学などを設置する学校法人。本部は東京都渋谷区。神社本庁に統合した公天高級所を起源とし、また同法人が設置する国学院大学は公天高級所の新職養成機関としての役割を継承していることから全国の神社や神社本庁と密接な関係にある。 1882年に明治政府が新職要請の中央機関として設立した公天高級所を起源とする。戦後連合国による占領政策の圧力を受け、1946年に解散し宗教法人神社本庁に統合。その後、単独の法人として学校法人国学院大学の前身である財団法人国学院大学を設立し、 資産や人員を継承した。財団法人国学院大学は1951年、学校法人国学院大学に改組した。対象書は平成学校法人国学院、大学組織図、国学院大学幼児教育専門学校サブページ、学校概要、home.k06.itscom.net。2020年5月2日閲覧。メンテナンス情報 J。 フラットパッド i p i n w w w j p l a t p a t i n p i t g o j p 2 0 2 0年5月2日閲覧。ありがとうございます。